ステファン・デフライは、オランダ、南ホラント州オーダーケルク・アーンデン、エーセル出身のサッカー選手。オランダ代表、インテル・ミラの所属。ポジションは DF。オランダ、南ホラント州オーダーケルク・アーンデン、エーセルで育った。彼は、地域のクラブである、VV スピリットの選手であった、ヤン・デフライの抜死であり、ステファンも VV スピリットでキャリアをスタートさせた。 父を除いては、デフライが、家族において、唯一のサッカー選手である。彼の兄であるニルスとエリックは若い頃サッカーを、プレイしていたが、弟のステファンのように才能に恵まれてはいなかった。デフライは、地元オーダーケルク・アーンデン、エーセルのクラブ VV スピリットで5シーズンプレーした。10歳の時に、フェーノールとのセレクションに参加し、 様々なトレーニングセッションやアークとの親善試合を行った後、フェーノールトユースに加入。VV スピリットでは主にセンター MF としてプレーしたが、フェーノールトではディフェンダーに転向した。フェーノールトの U-15 でプレーした後、U-17 に飛び級した。2009年7月17日、フェーノールトと2012年夏までのプロ契約を交わした。 2009年9月24日に、フェイノールトのトップチームにデビューした。KNVB カップのハルケマセボーイズ戦で、58分に、ケルビン・レールダムと交代出場しデビュー。2009年12月6日、FC フロー人間とのホームゲームで、89分に、デニー・ランツアートと交代し、エール・ディビジデビューを果たした。2010年1月のトルコでのトレーニングキャンプで、 好印象を残すと、ダニフェルナンデスとケルビン・レールダムの負傷により右、サイドバックとして、スタメン出場のチャンスを得る。2011年1月のアヤックス・アムステルダム戦で2のゼロの敗戦を喫した後に、マリオ・ベーン監督に、チームの組み立て能力の低さを指摘され低調な、シーズンを送っていたアンドレ・バイアを外して、デフライを起用することを決意。高い評価を受け、 不動のレギュラーに定着した。最終順位は10位と、クラブが苦しいシーズンを送ったにもかかわらず、フェーノールトに残るのは罰じゃないと、シーズン終了後に新契約にサインした。2011から12シーズンに就任した、ロナルド・クーマンシン監督の信頼もつかみ、10月23日にアムステルダム・アレナで行われたアヤックスとのデクラシケルでは先制ゴールを決めた。 数週間後にデフライは、右足首を負傷、キャリア初の長期離脱を経験する。新 CB として、同年代のブルーのマルティンス・インディのブレイクもあって、完治後もレギュラー復帰まで時間がかかったが、シーズン終盤にはスタメンに戻った。フェイエノールとはこのシーズンを2で終え、再び高い評価を得た。 デフライは2012年夏の欧州選手権に臨むオランダ代表のプレセレクションにも選ばれた。2012から13シーズンにはロンフラールの遺跡を受けて20歳の若さでフェーノールとのキャプテンに任命された。シーズン序盤に再び足首を痛め、復帰直後には、 ハムストリングの負傷で離脱を余儀なくされたが10月28日に行われたデカイプでのアヤックスとのデクラシケルで復帰した。しかしたびたびチームリーダーとしての資質を疑われ2013から14シーズン前半には苦しむチームの中で自身も低調なパフォーマンスを見せるとさらにクラブに無断で外部のフィジカルトレーナーと追加トレーニングを行ったことが判明。 ロナルド・クーマン監督から自身のプレーに集中すべきと判断され、キャプテンマークを剥奪された。しかし、シーズン後半戦は次第にフォームを取り戻して、再びレギュラーとしてプレーしチームの2ーフィニッシュに大きく貢献。アルヘメーン・ダッハ・ブラッドの年間最優秀選手ランキングで3位に入り、フットボール・インターナショナルの年間ベストチームにも選ばれた。 2014年7月30日、SS ラツヨに移籍した。2015から16シーズンは怪我のためわずか5試合の出場となった。2016から17シーズン、キエーボ・ベローナ戦でラツヨでの初ゴールを記録した。2017から18シーズンには主力としてラツヨの躍進に貢献したものの、シーズン後半戦に契約延長交渉が決裂し、 シーズン終了後の対談が決定した。2018年7月2日、インテルミラノへ自由契約で加入し5年契約を結んだ。2019から20シーズン、チームのリーグ最小失点とチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献、リーグの年間最優秀 DF 賞を受賞した。 フェーエノールトにおける成長が目に留まり、すぐに、年代別オランダ代表に招集された。2007年11月21日、U-16 ウクライナ代表との親善試合で、U-16 オランダ代表デビューし、勝利に貢献した。ドイツで開催された UE、UEFAU-17 欧州選手権2009に参加。7人のフェーノールト所属選手が含まれる、 U-17 オランダ代表は決勝に進出し、延長戦でドイツに敗れたものの準優勝した。デフライはセンターバックとしてリコ・コッペルスとコンビを組み、すべての試合にフル出場した。ナイジェリアで開催された 2009FIFAU-17 ワールドカップにも参加した。2012年8月15日、ベルギーとの親善試合で A 代表デビュー。 2014FIFA ワールドカップではオランダ代表に選出され2014年6月13日のグループリーグ初戦スペイン戦で代表初得点を挙げたこの大会でデフライはオランダの全7試合に先発出場し7試合で4失点に抑え3位で大会を終える原動力となった守備の中心として貢献大会後には 大会公式のベストイレブンに選出され、またアルメーヘンダッハブラッドによって最優秀選手に選ばれている。ありがとうございます。